先日ですね、仲間と一緒に認証ケアのこの歴史についてちょっと議論をして、まあ、別なポッドキャストにもアップしてるんですが、2000年介護保険がスタートしましたね。でその前はですね、介護保険の前は措置という時代だったんですね。その措置の時代は自分で介護サービスを選ぶことができないっていうものがあるわけですね。まあ、もちろん当時からユーロ路上もあったので、お金を出して自分で選ぶことはできますが、例えば特別養護老人ホームなどは自分で選ぶんじゃなくて、役所がですね、その地域行政があなたはここに利用が可能だとかいうことを割り振ってくるわけですよね。で、私もその頃老人ホームに研修に入ったりすると、まあ、いろんな方がいらっしゃるんですが、この体の介護というよりも金銭的な弱者って言いますか、経済的な弱者の方が比較的元気なのに路上ホームで入居されているという方がいらっしゃって、路上ホームの対象者は介護が必要な人だけじゃなかったというような時代もあります。で、一番はですね、やっぱりね、体に麻痺があった方、身体介護が必要だった方ですよね。多分今から30年くらい前はですね、認証の種類は今アルツハイマーの方、アルツハイマーっていうのは多くの方聞いたことがあると思うんですが、今はそれが主流になっていますよね。でも20年30年前は認証の種類っていうのは脳血管障害系の認証の方が圧倒的に多かったわけですよね。生活習慣があまり良くなくてですね、心筋梗塞、脳梗塞になって倒れて、で麻痺が起きて、その結果として脳にダメージがあって、まあ、記憶障害などが起きて人格障害も起きる。ただ一緒に出るのが体の麻痺ですから、身体介護が中心だったわけですよね。ただ寿命が、伸び始めてですね、認証の方が増え始める。これは身体介護というよりもどちらかというとアルツハイマー系の認証の方が増えてきて、体は動くのに、まあ、記憶が曖昧であるということで、さまざまな生活の過ごしにくさ、あるいは一人暮らしが難しくなってくる、それが他人に少しご迷惑をかけてしまう、火の後始末ができない、自分のことが少しずつできなくなって、少しずつ後片付けができなくなって、掃除もできなくなって、長いこと気がつかないでいるとゴミ屋敷のようなところに住んでいる、身の回りができなくなるというの方が増えてきた、まあ、そういった歴史からですね、やっぱ介護のこの革新は身体介護から認証介護、認証ケアにシフトしていってですね、いち早くできたのが認証のグループホーム、認証高齢者、共同生活介護かな、そういう言い方をしますが、通称認証のグループホームと言われているものですね。でもこれはですね、前身は宅老所というものがあったんですね。大きな多焼室の老人ホームに入居者が入りますと、なかなかこの生活構造が落ち着かないということがあって、小さな民家を改修して、そういったものに対して宅老所という形で運営を始めた。これは制度的にまだ認定されてなかった時代ですよね。宅老所っていうのは、その子供を預ける宅地所というものを高齢者を預けるということで、宅老所というふうに呼ばれてた時代ですよね。で、そういったものも包含して介護保険ができた時にグループホームというふうに認めていったわけですよね。ですからグループホームの制度ができてから、しっかりグループホームとしてできたものと、それともともとあった宅老所をグループホームというジャンルに入れたものというふうに2つに分かれていくというような、まあ、そういう時代があったということですね。ですから、まあ、20年前30年前を振り返った時に、昔はですね、脳血管障害の麻痺の方が多かったよねっていう話で、そこから個室になって個別ケアになったのは、やっぱり認証ケアが大きな施設、空間が大きい、それから規模が大きい、たくさんの人と一緒に暮らす、それはいいんですけど、例えば一緒に食事をする、4人部屋6人部屋に一緒に寝て暮らすというところが非常に難しくなって、混乱が起きて
やっぱり個別ケアというのは認知症の方々の状態に合わせた空間あるいはサービスというものを作っていこうということで、グループホームができて、それから特別養護老人ホームも全室個室のユニット型というものが登場していくというのが、ちょうど介護保険ができたあたりからですね、寿命が伸び始める、認知症の方が増える、今までの介護施設の環境だとかあるいは介護技術ではどううまくいかないというところが、介護保険がスタートした時の、その認知症の方々に対する、まあ、あのケアのあり方、ただ誰も教えてくれなかったので非常に苦労した、学びに苦労したということですね。私も古い特別養護老人ホームに研修行きましたけど、もちろん認知症の方だとかいらっしゃいましたが、先ほど言ったように比較的元気な方たちもいたので、その個別ケアっていう概念がよく分からなくて、やっぱデンマーク、スウェーデンの文献を読んで、実際デンマークに行ってみてですね、お話を聞いて介護現場を見て、なるほどこういうふうにやってるんだ、だったら日本もこういうものを導入していけば認知症の方々を支えられるんじゃないかっていう時代があったわけですよね。でそこからざっと20年以上経ちました。で制度になった、もともとは考え方だったわけですよね。で認知症のこともよく分かりかけてきて、脳血管障害系の認知症、それからアルツハイマーの方々の、まあ、記憶障害、中核症状で見当がつかないという見当識障害と、短期記憶が欠落することによって起きる、まあ、行動障害、今でいうと BPSD、 要行動が変わってしまう、あるいは自分の財布をずっと探しているというようなもの、取られ妄想だとかですね、自分の子供の顔がわからないとか、自分の居場所がわからなくて、まあ、俗に言う徘徊が始まるということですよね。でそこもねちょっと議論してたんですけど、昔はですね、老人保健施設の中に回廊加算、回廊というのはぐるぐる回るっていう回廊ですよね、回廊式、そういうようなハードを入れることによって補助金が加算額がもらえたんですね。ですから認知症の年寄りが徘徊する、だったらずっと徘徊できるように、行き止まりじゃなくてずっとぐるぐる回れるような廊下を作ることによって、建築費に実は補助金の加算額があった。これはですね、建築費の加算なので結構大きな数字だったんですね。ですから今も病院だとか古い施設に行くと、認知症フロアとかですね、あるいは認知症棟みたいなものがあって、そこには回廊式が未だに組み込まれているというものがあるんですね。で最近の考え方はもうその回廊式じゃなくてですね、ユニットケアということで、まあ、10人を基準にして、認知症のグループは9人ですけど、少人数で個室を持ってリビングダイニングキッチンを共有して生活をするということが普通の、まあ、制度になって、そういうケアが実践されているということですよね。で記憶障害の方が多いので、やっぱ回想法というものが、しっかり導入されて、その人の、まあ、人生だとか昔の記憶だとか、その時代背景というものを学びながらですね、その人の記憶に寄り添うというケアが実践されていくという形ですね。まあ、最近は まだまだその認知症の方々の種類が分かってきて、レビー小体型認知症の方、これはどちらかというと、まあ、精神的な神経的なですね、パーキンソン病的な動きがあって、幻聴幻覚が見えるとか、薬に過剰反応するとか、まあ、そういったことが分かってきて、ちゃんとその種別を分かんないと間違った薬を服用させて状態が悪くなる、これアルツハイマーの人も一緒ですよね。薬を服薬して状態が悪くなって、もう少し薬を増やすともっともっと状態が悪くなる、で逆に薬を抜いていくと良くなるみたいなことが起きたわけですよね。それとピック病というもの、それと最近はですね、この5年間くらいでどうしてもこのアルツハイマー、レビー小体型認知症、ピック病というふうにくくれないような人たちが一定の数老人ホームにいらっしゃる。でそれをいろいろ共通点を見ていくと、まあ、発達障害系の認知症というような類型が最近はきちんと整理をされて、それを研究して認知症にあたっているドクターもいて、
て、そこから学んで、そういった方々のケアっていうものを少しずつ実践をしている。で、こういった方々はこの短期記憶が欠落するんじゃなくて、記憶はしっかりしてるのに、なんか普通の人と違うようなその行動状態を示す場合が多いっていう、ちょっと特殊なケースが多いわけですよね。で、それも薬も開発されて、でケアのやり方も少しずつ学びながらですね、状態を見極めて、まあ、実践されているという形ですね。まあ、結構難しいのが、その若年性の認知症の方々のケアっていうのは、未だにこれは私レベルで見ても難しいんじゃないかなというふうに思いますよね。まあ、今日もそういった方と情報交換しましたけど、やっぱり80、90の認知症じゃなくてですね、50代、60代で認知症になってしまう方々のケアというものは、また難しいと言いますか、独特のものがあってですね、まだまだ学んだり、ケアのあり方を研究していったりですね、そういったことの課題はまだまだあるということですよね。ですが、何を言いたいかというと、この30年、20年で認知症のことが分かってきた、薬も開発された、やってみた、うまくいった、うまくいかない、でもまだまだ分かってないことだらけで、えい、まだまだこういうふうにしたらよくなるんじゃないかということをですね、我々の仲間が薬物と非薬物を上手に使い分けながらやっています。先だってご紹介した感官認知症学、感官っていうのは共感するの感官、五感の感官なんですけど、いろいろ試行錯誤してちゃんとエビデンスを持ってやってきて、こういうふうにしたらうまくいった、こういうふうにしたらうまくいかないっていうものを経験的に積み重ねてきたメソッドを開発しているというのが、石川民子さんという介護教育研究会の代表で感官認知症学の提唱されている石川さんがですね、感官認知症学というネーミングをして、それを今システム化をして、教育だとか現場のアドバイス、あるいは地域社会にそれを応用するというものを今作り上げているところです。で、私が会長している日本腕人協会でもですね、高齢者共感体験インスタントシニアの中に、高齢者のことを知るというプログラムで、まず体の衰えですよね、目が見えにくくなる、耳が聞こえなくなる、体が動きにくくなるなどなど、そういったことが長いことを共感体験の中で提供してきたんですが、今度は認知症的な体験、あれ共感ですよね、それから人生を終える終末期の共感体験、それと今非常に重要視しているのが高齢期の生き方っていうものをまだまだ議論したり学んだりしてきていないので、それをディスカッションしながら、まあ、共感する体感するというよりも、一人一人この役割の再獲得をしながら、自分の人生の選択肢を少しずつ増やしてですね、ビジョンを持って生きていく、それは車椅子生活になっても、例えば認知症になっても、あるいは病気になってその病気を抱えながら、自分の生き方っていうものをしっかり判断してですね、自分で選んで、でもちろん必要なところは支えてもらいながら、自分が社会に貢献できるという方々をですね、元気で走り回ってる方々だけじゃなくて、社会に貢献したいっていう方々の気持ちをしっかり受け止めて、アクティブシニア、そういった方々に役割の再獲得、社会に貢献できるようなシステム作り、あるいは学び合い、組織編成、これをオンライン上でですね、ウェルエイジングセンターというネーミング、これは初代会長の吉田澄夫ドクターがそれを作りたくて、いろいろアイデアを出しましたが、作れきれずに、人生を終えている。で、それを私が6代目の会長として引き継いで、このオンラインができる今のこの時代の中で、オンラインを駆使してですね、その高齢者の方々のこの学び合う場、あるいは仲間になる場、活躍できる場が提供できないかということで議論を始めました。一方、巷では、地域ではですね、なんか老人会という活動がなかなか人が集まらなくなってきたという話も聞きます。老人として
この地域で一緒になって何か活動していこうっていうところに人が集まらないっていうところの問題も少しずつ紐解きながら、新たにですね、この会社とか地域というそういうカテゴリーといいますか、組織以外にですね、新たな緩やかな組織を作って社会に貢献できる、自己肯定して社会貢献して他者貢献できる、そういう社会が作れたらいいかなということをですね、日本運営事務協会の会長としても考えています。まあ、この、音声配信ポッドキャストもですね、慣れるまで難しいですけど、まあ、できれば簡単になる。でお話を聞いてあげて音声で情報共有できれば、この音声配信ツールもですね、高齢者の方々のこれまでの人生の役割だとか蓄積をですね、他の方につなげて人生を継承していくっていう仕組みにできたらいいかなというふうに思っています。まあ、そんなことを考えながらですね、まあ、今日も配信をしています。ぜひ皆さんもですね、高齢者が増える、長生きの時代がもっと長くなる、で認証になる、でもそこにオンラインというような新しいシステムが入ってくる、なかなか使えないっていうことだけじゃなくてですね、ぜひそこにワンモアトライをしていただいて、自分の人生のビジョンを人生のこの高齢期に持っていただけたらいいかなというふうに思います。はい、聞いていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。